素敵な衣装を私にですか？ありがとうございます、プロデューサーさん。私、少しだけ不安になることがあったんです。自分には歌いたい歌なんてないのかもしれないって。でもそんなことありませんでした。だって今アイドルになって歌いたくて仕方がありませんから。本当にステージで歌えたら私どうにかなってしまいそうで。あの、ちゃんと見届けてくださいね。プロデューサーさん、アイドルになった私の歌、ちゃんと皆さんに届いていますか？私、こういう衣装は、その…すみません。ステージの上なら平気なんですけど、プロデューサーさんの前だと、なんだか…あの、本当に私、おかしくないですか？わかりました。でも、あの、本当に子供っぽくないですか？やっぱり恥ずかしい。プロデューサーさんったら意地悪。今そんなことを言われてしまったら、余計に視線が気になってしまいます。信じてはいるんです。元から疑ってなんていないんですけど、照れてしまって。こんな身にまとう衣装一つ、感想一つでこんなにもドキドキしてしまうなんて。私が癖になってしまったらどう責任を取ってくださるおつもりですか？はい、ではそれでお願いします。もうプロデューサーさんったら本当にお上手なんだから。夢じゃないんですよね、プロデューサーさん。私本当にアイドルとしてステージに、あんな素晴らしい舞台に立っていたんですよね。ありがとうございます、プロデューサーさん。こんなにも素敵な舞台を用意してくださって。私なんてまだまだ。あ、すみません、いけない癖ですね。私が私を認めなかったら、プロデューサーさんやファンの皆さんのお気持ちを無視することに。夢に一歩踏み出して
大勢の方に応援されるこの気持ち、私うまく言葉にできませんけど、プロデューサーさん、わかりました。これからも私に歌わせてください。温かいこの気持ち、次のステージで皆さんのもとに届けてみせます。